木村正彦は身長わずか169センチであったにもかかわらず、自分よりはるかに大きな相手を大外刈りで次々倒した。木村正彦の大外刈りは相手が自分より大きくても倒すことができる技であり、現在一般に使われている大外刈りとは大きく異なった技である。右組みの場合に組み方ですけども、右手は相手の後ろ襟、それから引き手は相手の肘の横を握ります。そして入り方ですけども、ちょうど相手と私の中間点に対して相手を半分引きつけると同時に自分自身でも半分ここに進みます。ですから中間点に対して合体するような形で踏み込みます。同時に左の足進み方は相手の右足前方に対して膝を少し曲げながら足を浮かし気味に進みます。決して踏み込んだその左足ですね、かかとをつかないような形、重心はすでに左のこの膝に引っ張ってきます。それでもう一つ大事なことは、この入った時にですね、自分の中心、これが自分の鼻から抜けて、この膝で膝から、親指の次の指ですね、ここに、目の位置を置きます。ですから上から見たらちょうど膝、足の指というのが一直線になるように、自分の入り方を注意します。でこの場合に、この右手ですけども、右手首を自分の肩の方向に、引きます。同時に左の引き手は自分の胸より、下の方向に、引いた左の肘をここで脇を締めます。この状態で、右足を前に出します。右手は後ろ襟をつかみ、引き手は右外中袖、肘の横を握ります。左足は相手の右足前方近くに置き、左膝を少し曲げてつま先から少し浮かし気味に踏み込みます。上半身の作りは踏み込むと同時に相手を半分引きつけ、自分自身も半分進み、相手と自分の中間点で胸を合わせます。右手首は自分の肩の方へ引くようにし、左の引き手は自分の胸下、斜め下に引き、肘を締めます。それから仮足ですけども、ここで右足を出した時に少し自分のかかとが外に向くような形、内側じゃなくてですね、外に向くような形でかかとから引き返すような状態で借ります。お互いに奥襟を組んだ場合ですね、お互いに奥襟を持った場合に今の方向で大外刈りをかけますと、これは完全に裏を取られます。ですから少し自分の体を少し右に移動しながら
相手の右足前方にやはり同じような形で膝を少し曲げながら横から崩して入っていきますね。やはりこの右手首は自分の肩の方に引っ張ると同時に、この左手引き手は自分の胸の下に引っ張ります。そして脇を締める、この状態で右足を出します。今度は私より背の高い長身に対する大外刈りのかけ方ですね。まずお互いに前襟、肘の横を握った場合に大外刈りをかけてみます。進み方はやはり膝を少し曲げながら足を浮かして右足前方に進みます。で、今度の場合には、この左の引き手を自分の膝の方向ですね、膝頭の方向に引っ張ります。ですから、先ほどのように、引いて入らない、自分の体の方にこう引いて入らないで自分の膝頭の方向に一本に引き下げます。この状態で右足を出します。右手は左前襟をつかみます。引き手は右中袖、肘の横をつかみます。相手が右足を引くと同時に自分の左足を膝から前に進むような感じで少し浮かし気味に踏み込みます。左手は胸につかないように自分の膝の方向に引き下げます。右手の作用ですけども、足を踏み込む前に自分の方にこう引いて入らない、右手は相手のちょうど顎の下ですね、ここに自分の肘全体が触れるような形で崩します。こういう状態で崩します。右手は手首から肘全体を相手の胸に密着させ、拳を相手の顎の下まですり上げます。左の引き手と右の釣り手とは連動して力が一体となるようにします。この時体の重心は左足人差し指の上に乗っています。右手首が相手の肩より後方に出たり相手の胸から離れて釣るような状態では効果がありません。左足が向いている方向へ膝を伸ばして右足を振り出し、畳と平行に引き返すような感じでかかとから刈ります。この時刈り足は上に上がりすぎないように注意します。腰より上に上がった場合は重心が後ろにかかってしまうため返されてしまいます。また刈る時には自分の体が前後に揺れないようにしっかりと左足で立つことも重要です。相手が長身ですから当然相手が奥襟を後ろ襟をこういうふうに取ってきますね。でこの場合に少しこの場合に今と同じような形で進んで入った場合には、裏を取られますから、少し自分が右の方向に体を移動しながらやはり、横の方向に崩して入ります。この場合も左の引き手は自分の膝頭の方向に
引き下げます。通常の場合には両襟ですね、両中襟を握って左の足をですね、踏み込み足が相手の右足の方向にこういうふうに回しながら、自分の足を回しながら、まあ、あのかけるというのが通常なんですけども、私の場合にはもうこのままの姿勢、自分の一番安定しているこのままの姿勢から真横に相手を崩していく、そのために狩る方向のこの狩る足もこういう状態から狩りますから、当然、相手の足のこの膝の真横ですね、ここを狩るために、相手の受けはもう我慢できなくなってしまう、膝が壊れてしまうために、まあ、あのかかってしまうということですね。自分の体の重心を膝を曲げると同時に少し重心を落としながら進みます。踏み込むと同時に、重心を落としながら相手の右足前方に進みます。そして左の引き手はやはり自分の膝の膝頭の方向に引き下げます。で、右の釣り手なんですけども、この場合には相手の顎の下、相手の顎の下ですね、ここに、右の釣り手が入る、あの当たるような形ですから、あの力の作用というのは、私の踏み込んでいる膝の方向、こちらの方向に、相手の体勢がこういうふうに崩れるように、この釣り手と引き手がですね、左の膝の方向にやはり丸くこういうふうに重心がかかるように崩します。相手が後ろ襟をつかんだ場合、右手左手ともに相手の前襟、または引き手は相手の脇の下の右内奥袖をつかみます。左足の進み方は相手の組み姿勢の足の位置と平行に両足の中間または右足の近くまで踏み込みます。左手を自分の膝の方向に引き、右肘を少し上げ、相手の重心が右足小指の方向に崩れるように体を低く落とし、軽足を振り出します。そして借り方ですけども、ここで踏み込んだ場合に、右足の借り方はやはり自分の左足の向いてる方向に右足を振り出すとともに、かかとをですね、少し外側に向けて引き返すような状態で借ります。右手は引き手の方向に力が加わるように崩します。借り足は相手の膝下側面を借るようにします。この場合に右の狩る足をですね、思いっきり前に振ることを心がけないと、せっかく入っても足が相手に届かない場合があるんですね。狩る足が届かない場合ですから、入った時に、思いっきり右の足をこう狩る足をですね、前に振り出す